皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。本日はもう一度、このエフェボーイさんのニューボードを組むにあたってじゃじゃん、この EBS のフラットパッチケーブルのゴールドタイプ、こちらをですね入手いたしまして、こちらに、置き換えてもう就活ボードを完成させようということと、それからエフェボー、オリジナル、なんだエフェクタースイッチャット、こちら、ブルーが1個残っていたので、こいつを、ブルーなのでクリーン系の方にして、ちょっとプリセットのクリーンの方に取り付けて、完成させたいなと思いますので、お付き合いいただきたいと思います。おっ、あれ、あ、ここのプラグの部分もちっちゃいんだ。え、これいいじゃん。ちょっと待って、これいいな。え、そうだよね。あ、すげえ。おー、で見た目もこういう感じでかっちょよくなる予定。やった。はい、こんな感じで、今回こっちのノーマルタイプから、ゴールドの方に、変えたいと思います。で、今回は、この裏面にマジックテープを、貼っていなかったので、マジックテープをこう貼っていきたいと思います。